材料のご説明をいたします。きゅうり 500g、 みょうがと青じそは適量です。塩小さじ1、砂糖大さじ 1.5、 醤油大さじ2、みりん大さじ2、酢大さじ1、だし昆布、唐辛子適量、以上です。まずはじめにね、洗います。次にね、きゅうりの塩漬けをします。端を落とします。斜めでね、2、3ミリに切っていきます。切りましたらね、袋に入れていきます。分量の塩を加えます。よく揉んでなじませます。このようにね、泡が出るまで揉み込んでください。空気を抜いてね、口を閉じます。ボウルに入れ、重石をして、この状態でね、1時間ぐらい置きます。時々上下ひっくり返してください。きゅうりがね、つき上がる直前になりましたら、香味野菜を切っていきます。次に漬け込みに入ります。塩漬けしたね、きゅうりの水分を切ります。先ほどね、使った袋を再利用して、その袋の中に調味料を加えていきます。きゅうりにね、香味野菜を加えます。袋に詰めていきます。加え終わりましたらね、よくなじませてください。なじませましたらね、空気を抜いて口を閉じます。ボウルに入れ、重石をします。この状態で1時間ぐらい漬け込みます。時々上下ひっくり返してください。完成しました。即席漬けですので、なるべく早く召し上がってくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。